どうもこんにちは、本田です。それでは先ほどの動画の演習問題を解いてもらいます。三角形 ABC の重心を G としたときに BG と CG はどちらが長くなりますか。一旦一時停止ボタンを押してもらってこの問題にチャレンジしてください。3秒後に解説を始めます。お願いします。はい、いいですか。そしたらやっていきます。どうかな、ちょっとムムってなったよね。じゃあ一緒に確認していこうか。まずは頂点 C から重心を通る線、頂点 B から重心を通る線はどちらも中線になるよね。だから中線と辺との交点は中点になってるよね。中線と辺との交点は中点になってるわけだ。これ気づけたかな。さらに重心にはもともと中線を2対1に内分する、中線を2対1に内分する性質があるよね。問題文の過程からとりあえずここまでは汲み取れるよね。そしたら今回聞かれているのは BG と CG、 この2つの辺の長さはちょっと捉えづらいよね。だけど今書き出した情報を組み合わせれば BG っていうのは BD の長さが出れば比で求まるよね。 CG の長さも CE が分かれば比で CG は求まるよね。ということでまずはじめに BD を求めに行く。 BD は予言定理でガチャガチャやらなくても求めることができるよ。なぜなら BD は中線なんだよね。ということで中線定理を活用する。 BC の2乗足す BA の2乗は2倍の中線の2乗足す片割れの2乗、こうなるよね。今 BC は12、 BA は6、 AD は AC の半分だから8割る2で4、それぞれこの式に代入して計算すれば BD の2乗イコール74、こうなる。そしたら全く同じ流れで CG を求めるために CE を求めに行く。 CE は CE を中線として見た時の中線定理を活用してあげればいいから、 CB の2乗足す CA の2乗は2倍の中線の2乗足す片割れの2乗、式はこうなる。あとは長さを代入して計算すれば CE の2乗は95、こうなる。この時点で BD の2乗と CE の2乗の代償関係っていうのは BD の2乗よりも CE の2乗の方が大きい、こういう風な形になる。今どちらも2乗になっちゃってるんだけど BD と CE っていうのは長さだからマイナスはない。ということでここは2乗が外せる。ただ今聞かれているのは BD と CE の代償関係じゃなくてBG と CG の代償関係だ。ということでこれを BD イコールの形にして、これを CE イコールの形にしてここに代入すれば2分の 3BG よりも2分の 3CG の方が大きい、こうなる。あとは2分の3をキャンセルしてあげれば CG の方が BG よりも大きいということがわかるよね。どうかな。今回の問題は重心と中線定理のドッキング問題でした。今回の問題みたいに BG を出すのはちょっと難しいな。でもこいつの代わりに BD が求まればこの問題解決できるな。 BD っていうのは中線だから中線定理を使えば求めることができるな。こういうふうに自分の行動範囲を広げられるような視点を演習を通して学んでいこう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。